4人組ロックバンド、ワンオクロックが14日と15日、バンド史上最大規模のワールドツアーワンオクロック2024プレモニションワールドツアーの日本公演を東京味の素スタジアムで開催した。ワンマンでは久々となった野外ステージ、2日間で集まった計10万人の監修を熱狂させた。本記事では14日公演の模様をレポートする。写真、超満員のアジスタが熱狂。 ワンオクロックのライブショット。同ツアーは日本公演を皮切りに、台湾、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ、アメリカを回る。アジアはスタジアム会場、北米、ヨーロッパではアリーナ会場と過去最大規模のワールドツアーだ。バンドにとってワンマンでの野外ライブは2016年の、ワンオクロック2016スペシャルライブインなぎさ以来約8年ぶり。 超満員となった観衆が4人の登場を待ちわびる中、メインスクリーンに過去のライブ映像とともに、タカ、ボ、がこれまでのライブ MC で披露してきた決意表明ともいえる言葉の数々が流れた。会場のボルテージが上がる中、ステージ中央のせり上がったステージに通る、G、亮太、B、トモヤ・ドクター、の3人が現れた。 ひとし切り演奏を終えると3人は競り上がりからメインステージに移動。サイレンの音が鳴り響くと、ステージ下からタカがガスマスクを装着した姿で登場した。大歓声の中、マスクを脱ぎ捨てると、鮮やかな緑髪姿のタカが顔を現した。バンドにとって挑戦とも言える本ツアーの幕開けに選ばれたのは7月に発売された最新曲だった。映画、 キングダム大将軍の帰還の主題歌でもある、デリュージョン・オールに観客が酔いしれる中、2曲目は一転して懐かしの前奏が流れた。ライブでの披露は久々となった12年にリリースされた楽曲、欠落オートメーションに客席からは、どよめきが上がった。さらに続けたのは、11年リリースの楽曲、リ・メイク、だ。ギターソロの前には高野、トール行っちゃって。 の掛け声とともに、ステージからは火花が上がった。この日、最初の MC でたかは、今日はとにかく皆さんと楽しい夏の思い出を作りに来ました。お祭り騒ぎする準備ができていますか、大きな大きな花火を僕たちで打ち上げましょうと客席を追った。4曲目は10年に発表された楽曲、自分ロック。タカの、1、2、3の合図でご音が鳴り響き、 カラフルな円幕がアジスタの夕空を彩った。続けては、近年のライブ定番曲、セーブ・ユア・セルフ、22年、だ。オーディエンスも、セーブ・ユア・セルフの大合唱でボルテージを上げていった。トールは、気持ちいいわ、本当に、久々の屋外でこうやって音を鳴らせて、と充実の表情を浮かべ、9月4日に誕生日を迎えた良太は、 35歳になって一発目のライブなんでめちゃくちゃ気合入ってます。とこの日への意気込みを明かした。さらに、ともは、何これ、アジスタってこんな気持ちいいのすごい景色やなぁとしみじみ。また、準備万端のはずだったんだけど、メンバーにも言ってないことが一個あって、睡眠もバッチリで、めっちゃ体調もいいけど、校内縁できて、とまさかのカミングアウトも飛び出した。そしてたかは、 最近野外でワンマンって本当になかったから、久々だからリニューアルを自分の中でもしてみたいなと思って、衣装とか髪型も変えてみたりしてるんだけどと緑髪にした理由を明かした。そして、髪すごくない、みんなが立っている芝生と同じ色、とアピール。そして、皆さんが楽しんでもらえるようなセットリストを頑張って作ってきたつもりなので、知っている人は昔を思い出してでも何でもいいので、 とにかく最後まで騒いで帰ってくださいと呼びかけた。6曲目は15年にリリースされた世界ツアー密着映画の主題歌、d ィシジョンすっかり日の沈んだアジスタに客席の大合唱が響き渡った。続けては、21年にリリースの人気曲、レネゲーズワンダーと続けた。たかが声聞かせてと呼びかけると、大観衆からは、ワンダーの歌声が響いた。 続く MC では、4人のアバター化したキャラクターがスクリーンに登場。俺は仮想現実で生きているアバターのタカと自己紹介すると、本人たちに代わって、時々俺らからファンのみんなに何かをお伝えしたりできるようにって、リアルな世界のタカが俺らを生み出してくれたってわけと誕生のいきさつを説明した。タカも、弟みたいな感じで可愛がってやってくださいと紹介。 今後はこのアバターを介しての様々な試作が予定されているようだ。中盤戦の幕開けは11年の楽曲、君次第列車。冒頭ではド派手に花火が打ち上がった。さらに、メイク・イット・アウト・アライブ、23年。では、重厚なギターとベースのビートに合わせて観客がクラップ。感想ではヘッドバンキングと熱気に包まれた。タカは、昨日ここでリハーサルをしていて、 せっかくこんな綺麗な会場で澄み切った夜空と心地よい風、アコースティックでやりたいなと思って急遽変えましたと前日に演出の変更に踏み切ったことを明かし、トールのアコースティックギターの音色に乗せて、ウェレバー・ v e u r 10年をしっとりと歌い上げた。オーディエンスはスマホのライトを掲げ、スタジアムを白い光で彩り、タカの歌声を後押しした。テイク・フォアという a t y 17年、でも、 ステージの上手と下手にタカとトールが分かれ、ギターのみをバックにしっとりと歌い始めた。ほぼアカペラで夜空に響き渡るタカの美声に観客は酔いしれる中、中盤からは一転。ベースとドラムも加わり、力強い演奏へと変化した。